今シーズンの7ゴール目は PK で獲得。これで興梠は8試合で7点目になります。一旦は追いついたラファエル・シルバをまた離す格好になります。八塚さん、こういう時もすぐキャプテン阿部選手は監督のもとに来てこの後の指示を聞きますね。はい、そしてここで、レッツ選手の交代です。10番柏木選手に代わりまして16番青木選手が投入されます。はい、今話のように確かにペトロビッチのもとにすぐにか、もう本当にすぐにですよ。本当ですね。まあ